オーセージインディアン殺害事件。1920年代のオクラホマ州オーセージ郡でアメリカ史上最も残虐な事件の一つとされる殺害事件が起きました。それが20人以上のアメリカ先住民が殺害されたオーセージインディアン殺害事件です。ことの発端は1897年にアメリカ先住民であるオーセージ族が彼らのインディアン居留地で石油を発見したことから始まります。インディアン居留地とはアメリカ政府がインディアン部族に居住を許した区間のことであり、そこに石油が発掘されたことでその利権を欲した白人たちが事件を起こすようになりました。オーセージ族の後見人として任命された白人たちがその立場を利用してオーセージ族を騙したり殺害しただけではなく、地元の警察や検察官までもが事件に関与し、最終的に今の連邦捜査局 FBI が事件を利用するために捜査に乗り出したことで解決となりました。しかし実際のところは事件の全貌は解明されておらず、オーセージ族虐殺事件はアメリカ開拓時代から21世紀になった今でも続く人種差別の象徴であり、アメリカの歴史の暗部を示す事件といえます。このチャンネルでは世間に大きな影響を与えた事件を取り扱い、そこから浮かび上がってくる社会問題や私たちにできること、そして人としての在り方を見つめていくことを目的としています。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。オーセージ族について。北アメリカ大陸の中西部には広大な大地が南北に広がっており、17世紀後半オーセージ族はミズーリ川とミシシッピ川の合流点近くに定住していました。水の中間にある者たちと自分たちのことを呼び、オーセージという名もフランス語で穏やかな水を意味します。ヨーロッパ人が北アメリカ大陸東部の植民地化を進めていた頃、フランスの探検家が1673年にオーセージ族と友好関係を結び、オーセージ族はフランスの交易業者との取引で富を築きました。しかし7年戦争でフランスがイギリスに敗北した結果、1763年にミシシッピ川の東の土地はイギリスに譲渡されました。アメリカが独立戦争で勝利すると1783年にミシシッピ以東の領土を獲得、1803年にルイジアナ買収によってさらに領土を拡大したことでオーセージ族の土地はアメリカ合衆国の領土となりました。トーマス・ジェファーソン大統領はオーセージ族を公平に扱うと約束しましたが、その後20年以上にわたってオーセージ族の土地は剥奪され続けました。ルイジアナ地域の一部に住んでいたオーセージ族はアメリカ政府から土地を明け渡すように命じられ、カンザス州南部に追いやられました。1830年代になるとアメリカ政府はインディアン強制移住政策を開始し、オーセージ族も居留地に移住させられました。オーセージ族の土地が縮小される中、1861年に南北戦争が勃発しました。オーセージ族は中立を保っていたため南北両軍から襲撃され、馬や食料を奪われるといった被害を受けました。オーセージ族は白人との土地をめぐる争いが常に絶えない状況が19世紀頃まで続きました。オーセージ族が富を得るまで。オーセージ族が最初に財を成したのは17世紀半ばフランスの交易業者との交易でした。もともと狩猟に優れたオーセージ族はバッファローの毛皮や馬などを交易品として提供することで銃や弾薬、その他の生活必需品を手に入れていました。その富はヨーロッパの貴族にも匹敵するほどだったそうです。オーセージ族はチャンスを見抜く力があったのかもしれません。それは購入する土地の購入からも伺い知れます。その後7年戦争、独立戦争、南北戦争などの大きな戦争が続き、アメリカ政府は1830年代にインディアン強制移住政策を開始しました。オーセージ族も北東部の岩だらけの土地に移住させられ、作物が育たず多くの人が病気や飢餓で亡くなりました。それでもなんとかその土地で生活を立て直そうとしていたオーセージ族の夫婦は後にオクラホマと呼ばれるその地で希望を見出しました。1897年、誰もが不毛の地だと思っていた土地を夫婦は約100万ドルで購入しました。その後いくつかの条項を契約に加えましたが、
愚かなインディアンだと誰も異議を唱える者はいませんでした。居留地の面積は約147万エーカー。とても広大でしたが、追加された条項によってこの土地の資源はすべて王政持続が所有することとなりました。白人たちは皆この愚行に呆れ、王政持続の夫婦を笑っていましたが、実は王政持続だけがその岩だらけの土壌に石油があることを知っていました。王政持続はその土地を炭鉱者に貸して莫大な富を手にしました。1906年、王政持続は石油資源の開発権をアメリカ政府と交渉し、収益の 75% を受け取る権利を得ました。このおかげで初めのうちはわずかだった分配金は、時とともに部族全体で数百万ドルもの資産を蓄えるまでになりました。収益は教育や医療、町の設立や王政持続の文化伝統を保護するために使用しました。しかし王政持続の富は白人社会からの嫉妬や羨望を招き、やがて石油資源の利権をめぐる争いから王政持続に対する虐殺事件が起こりました。事件の経緯。後にオクラホマと呼ばれる地に移った王政持続は、そこで発見された石油によって莫大な富を得ました。当時の雑誌記者は、インディアンが莫大な富を手にしたことについて何かをしなければならないと書き、実際にアメリカ政府は王政治インディアンを管理能力に疑念があるとし、後見人に資金の管理と支出を監督させるように要求しました。一方、混血のインディアンは自分で管理することが許されていたため、一攫千金を狙って押し寄せた白人の中には、利権を狙って王政持続の女性と結婚する者も現れました。そして事件が起こりました。白人男性と結婚した4人姉妹の1人が突如27歳で亡くなりました。医師は特異な消耗性疾患と判断しました。数年後、姉妹のもう1人が家を出たまま帰らず、1週間後に銃で頭を撃たれた姿で発見されました。それから姉妹の親族は次々と殺害されました。別の姉妹は不審な火災で死亡しましたが、一人だけ生き残ることができました。しかし彼女は逆に恐怖を覚えました。誰かが王政持続の家族単位ではなく、富を得た王政治インディアンすべてを殺害しようとしている背景を察したからです。実際にその後も数人の男性が不審な中毒死で亡くなり、寝ている夫婦が爆弾を使って殺害される事件も続きました。王政持続だけではなく、調査のために派遣された白人捜査官も次々と殺害されました。1920年から4年間で20人以上がこの事件の犠牲となりました。しかし犯人は一向に捕まりませんでした。警察組織にはインディアンを守るという意識がなかったからです。アメリカ政府に陳情しても、インディアンの人権を無視する白人がほとんどでした。事件の結末。残念なことに、王政治のこの悲劇的な事件は白人たちにとって娯楽の一種であり、人々の注目を集める人気のニュースとなってしまいました。そこに目をつけたのが、1924年に捜査局の長官に就任したエドガー・フーバー氏でした。当時の FBI は全米をカバーするほどの権威がなく、組織名は連邦捜査局ではなく司法省捜査局と称されていました。王政治殺害事件はフーバーにとって、新任の FBI を全国に認知させる絶好のチャンスでした。すでに多くの捜査官が犯人の追跡の最中に殺害されたことも考慮し、フーバーは屈強な捜査官を選出することで犯人たちを取り押さえることに成功しました。指紋の識別、弾道学、筆跡分析、電話の盗聴などの新しい科学的な手法により、4年の間に起きた卑劣な陰謀が明らかになり、裁判によって犯人は刑務所に送られました。こうして現 FBI は一連の事件の一応の解決を果たしました。社会に与えた影響。 FBI の前身である司法省捜査局にエドガー・フーバーが任命されたことで、王政治インディアン殺害事件は解決したかに見えますが、これほどの悲劇にもかかわらず、新聞社などで報じられるニュースは白人社会の一種の娯楽として注目され、捜査局が事件に介入したことも純粋な正義感に基づくものではなく、注目事件を解決し自分たちの権威を高める目論みがあったに過ぎません。
現在の FBI の腐敗の噂は多く、権力を持ちすぎた FBI に対してあのトランプ大統領が非難をしたことは記憶に新しいと思います。また実際に殺害された人数は60人とも言われており、この事件は依然として未解決な部分が多く存在しています。レオナルド・デカプリオ主演で映画化もされた事件ですが、今もなお悲しみを抱える王政時の人々やアメリカ国民は多く、この事件を取り扱うとき、私たちは被害者やその遺族、子孫たちへ最大限の配慮をすべきではないでしょうか。事件に関する考えや感想など、コメント欄にて教えてもらえると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。